吉谷さんお疲れ様ですいやさすがですねやっぱりね負けず嫌いってキーワード出てきましたけどもそれはね私も認識してるんですよあの悔しいですよね吉谷さんから送られてきてこっちから辞めるっていうのはなんか悔しいですねで私も別にこの吉谷さんに話せ話すことがなくなるってことがないんでちょっと前半の動画なんですけど質問がなくなってきたっていうところがあったんでしよあの時に「おちょっとやったな勝ったな」みたいな気がしましたよねで私は吉谷さんのことを負けず嫌いだっていうふうに信じてるんですよ信頼してるんですよでえっ、ー、と こう言えばね必ず返っってててくるるだろうってことも信じてるんですよエホバス証人っていうキーワードに対して私が動画を送ったら多分動画が返ってくるだろうって思ってたんで送るんですよ。それがね反応がないんじゃないかなと思ったらやらない可能性ありますよ。まあや,や,り,やりますけどそれ,それでも。それでもやるんだけど多分吉田さんだったら返事来るんじゃないかなみたいな長いの来るんじゃないかなと思いましてね。 だから信頼関係むちゃくちゃあるんじゃないですかね。どんな状況でもやってくるというのかね。で、動画を差し込めば必ず動画で帰ってくるだろうっていうふうに私は吉谷さんに、吉谷さんに対して思ってるっていうのも信頼関係ですよ。だからまさにね、負けず嫌いっていうのは非常に大事であって、あの、吉谷さんが動画をやめない限り私はやめないですからね、やっぱね。 で負けず嫌いっていうのは結局勝ちたいと思うことなんですよ。どんな勝負でも勝ちたいと。私はその気持ちがすごく強いです。あの嫌いなものとか苦手なものとかね、できないっていうことを人生の中で多分一回も言うことがないと思います。あの、やる以上は成功させるって言葉が大好きなんですけども、私は何でもやってみますってことなんですよ。無理だとは言わないですよね。疲れてないかとか大丈夫かって言われたら、ああ、何言ってんの全然へっちゃらだよってボロボロな状況でも言いますからね。その強がりというか、負けず嫌いというか、 他のものが倒倒れれてもも俺は倒れなないいぞみたいなことですよねもうとにかくねあの何んですかね白旗はあげないですね私は白旗上げるのは嫌なんですよもうそれだったらね自分の人生なんてないぐらい思ってますよねその負けを認めるぐらいだったらまああるところでは負けを認めるんですよそれは勝利のために負けを認めるんですよでその辺のねちょっとこう使い方なんですよねちょっと目がかゆくなっちゃったんですけども <laughs> であの私のね 速化塾の座右の面の中に苦手分野で勝ちまくるっていう例があるんですけども苦手だから負けても当然だなんて思わないんですよ苦手なのに勝ってやるってことなんですよそこには得意分野の人がいるでも勝ってやるって話ですよね東京もに負けてたまるかみたいなね根性があります地方だって東京の集まってるその情報が何度かとか言ってるね ヒルズとかなんか集まってタワーマンション住んでる人間全然負けないぞみたいな気持ちで私はドブ板根性で地方でやりました絶対に東京でやっちゃダメだと思いましたね東京で勝っても意味がないんですよ地方で何もないところ人脈もないところ VIP パーティーもないところそんなところで勝ち上げていくっていうところが私の美学なんですよね今手材料にあるもので勝つわけなんですよいややっぱ東京行かないとダメかなってそんなことはないですあのね地方の人って東京や大阪に行ったら自分の状況が有利になると思ってますけどもそんなことないんですよ 東京と大阪の失業率とかホームレス率って圧倒的に高いんですよね。次が愛知なんですすよ。よ。で、で地方の失業率率とか実はね、ホームレス率って非常に低いんですよそういうデータもありますし結局夢を追って環境が悪いからね環境のせいにして環境も大事なんですけども環境の何でもかんでも環境のせいにして東京行きゃうまくいくと思ったら東京で疲弊するんですよ。 いや気の毒なことに最も競争が激しいところが東京とかそれから大阪なんですよねそんな競争の激しいところでねあの頂点立つなんて無理なんですよ地方ででで緩いいいいいとところで小さい環境で一番にななったた絶対いいなと思いましただから私はあの結果を残せたのかなと思いますしある意味ね毎月毎月東京に行くときにあのなんですか勉強会に行くときに自分が一番成績がいいっていうところを持っていったんですよ 俺他のやつに絶対負けなないいだろうみたた材料を持っって行ったんですよねでそれがない月ってのは行かなかったですよもうね、うん、そのぐらい思ってました行く以上は先月よりも進化した俺を持っていくとかね先月よりも売り上げを高めて俺を持っていくみたいな感じですよね負けたくないなと東京みたいな恵まれた環境で ああだこコードやってる人たちに負けたくないなっていう気持ちがありました。どこでもナンバーワンになって目立ってやると思いましたね。20時間ライブ放送でもう絶対この中で一番の視聴者になってやるぜと思いましたし、100時間ライブがあっても100時間ずっと見るやつはいないだろ、絶対俺は見てやるぜみたいなね。<laughs> そんな負けず嫌いですね。もうあの無敵を目指すだけですよ。どんな関係でも。負けてもいいなんて絶対思わないですよね。で、私は家族とかね、周りの人とか友人とか熟成には最も誇れる久保哲郎でいたいなと思うんですよ。で、例えばね、 私側下塾って1,000人ぐらいいるんですけども側下塾に入っててうちの塾長は大したことないよねって言わせないような人間にやっぱすごいよねって言わせたいですよね難しいと思いますけどもそういう負けず嫌いもありますうんであの男っていうのは特にね男の子としてあの何が優しいかってことは優しいって感じを見ていただきたいんですけども優れているってことが優しいんですよで負けて優しいなんてないと思いますよね もうどんな勝負でも勝つと誰を相手にしても勝つと、うん、そういったところ戦いの中に死ぬってことですよもう畳の上で死ぬことなんて全然考えてないですもうそういうふうにね、えー、もうとにかく誰かに出して好戦的ってわけじゃないですよ、うん、好戦的ってわけじゃないですけどもうギブアップをしないってことなんですよはい、うん、つくばってもやり続ける残り続けるってことですよねであの今忙しいんでできませんみたいなのは弱音こういうのも絶対吐かないですよね あの私はサラリーマンの時に週週じゃないわ月に200時間以上の残業していたっていう誇りがありますね変な誇りが、うん、で私の勤めてた会社の社員みんなそうなんですよ多分今でもそうです多分今でもそうなんですけどもじゃあそのぐらいの労働に負けない人間がいるのに私がねちょっとやそっとやっただけで負けてたまるかってことですよねどんな困難でもかかってこいって話ですよそんなんへっちゃらだと。 そんなのはね、私の今までの人生の経験の範疇にはないと。その程度。<laughs> そのぐらいのことを思ってますよね。だ人生経験がなかったり、学習が低かったりすると、基準値が低かったりすると、ちょっとしたことで大変だと思いますけども、うん、どんなことが大変なんだろうなって。忙しい忙しいってみんな言いますけども、じゃあトランプ大統領忙しいんですかと人類で一番忙しいんですかと。いやいや、暇な部類で当たり前の部類ですよ。そんなのは。まあ、多くの方が忙しいとかね。 難しいって言ってるのは、じゃあね、世界で一番難しい課題に取り組んでるんですかってことですよね。宇宙に行くようなこと考えてるんですかとかね、ペーパーで作ったんですかってことですよ。そんなことしてないですよね。たかだか、もうあえて言いますけども、たかだか月収100万とか200万目指してると。そのぐらいの人はね、吐いて捨てるほどいるわけですよ。誰でもなれるんですよ、そのぐらいは。 ただだやるってことだけでいけますではどんなことをやればいいかってことは基準値のお話し,しますけどもあのサイトの量産ってありますよねアフィリエイトサイトの量産私は SEO とかキーワードとか難しいことをやってもそれをモデリングできる人がいないんじゃないかなってことも考えて単なる量産だけでやってきたわけですよ単なるたくさん作っただけですよそれこそほんと素振りを500本したぐらいのレベルです 腕太くならだけか,かもしれません。でもそれをやってきました。そして1400歳1 4 0歳と超えたあたりでだいたい月収80万から100万に乗ったんですよ。でえっとね350歳と超えたあたりで一回100万は行ったんですよ。 売売上上的にに利益ででははないです売上100万には乗りましたそういう瞬間もありましたけども、えー、利益として自分の銀行口座に100万円以上着金させようと思ったら当時2015年2015年です二千十1年で今はそれからどんどん進んできて1万4000個になりましたねサイトの量産ってのはで今はもう作ってないです今はもうサイトのアフィリエイト報酬とか当てにしてないんでリンクを更新してないですから売上がはどんどん下がってますけどね でサイトの量産1万4,000個っていうのがあの勝負に負けないレベルです。だってあの上級アフィリエーターってもうそんな作ってないですからね。すごく詳しくて勉強してて少数のサイトで売り上げを月にね何百万とか何千万とか上げてる人いると思いますけどもその人に売り上げで私は叶いませんけども作業量では勝ってますよ、うん。そのぐらいのことができるということなんですね。であとメルマガですけども読者さんが2万人というのを1年で集めました。 広告も使ってまません。費用はゼロでです。私が足で集めました。最初の3ヶ月で4,000人ぐらいになりましたね最初の1ヶ月で1,000人を超えましたでそういうことをドブ板のようなことを私はやってきたわけなんですよどっかにメルマガのお客さんを増やすためのノウハウがあってそれを買うとか全くしなかったですね単なる自分の足、えー、自分の見識自分の行動範囲で集めた人数ですそれがでこれをね1万人とか2万人でいうと高いハードルに聞こえますけども別に最初の100人から始めればいいじゃないですか最初の10人から 始めればいいんですよ。そして即可塾のカリキュラムの中には以前こういうのがありました読者1人のメルマガ運営をすることですよね。読者1人のメルマガ運営だったらできるんじゃないでで、すかで。読者さんにはこれは1人のメルマガですってことを言わないんですよ。読者さんは何百人何千人に対して発信されているメッセージなんじゃないかなっていうふうに思わせたまんま1人のこちらとしてはね1人のメルマガ運営をするんですよ。でその人に 開封率100%いつまで続けられるかってことがすごくいいトレーニングになりますんでこの,、ね、あの多くなければメルマガできないっていうのもまた逆なんですよ。そして YouTube です1万本の動画もうすでに私は通過点として1万本を超えましたけどもうんよっしゃいやさっき言われてたように1万本やってからできるだできないだって言ってほしいですよね。うん、であの月収1,000万超えますねこの1万本超えると。うん もちろんそこで何も活動しなければアフィリ報酬だけだったら無理ですよ。でもその中で工夫っていうのをやっていけば,ば30万円とか50万円の商品は1万人の中で売れるわけですから。1万人の集客マーケットがあるわけですからね。絶対勝負にはなります。で、1万とかね、2万とかっていう前に、まず1個、まず10個、まず100個っていうところをやってみてほしいなと思います。そのね、まず1個やってない、まず10個やってない、まず100個やってないのに忙しいって。やってないのになんで忙しいんですかって話ですよ。やって忙しいんだらいいんですよ。 な,なんだろうなと思いますよねあの。ご飯食べる暇がある。トイレに行く暇がある。お風呂に入る暇がある。ね。うん。寝る暇がある。忙しくないですよ、そんなの。で世界一忙しいんだったら、世界一金持ちになりますよ。で、忙しいのに金持ちにならない状態っていうのは、すでに選択肢がおかしいんで、その選択肢をすぐに手放すことだと思いますよね。で、吉谷さんにメッセージなんですけども、私は吉谷さんに少なくとも1万本、ダイレクトメッセージを送るまでは、 そななん,、ね、んなね100本とか200本とかまだ1%とか2%なんでまだまだエンジンかかりませんねウォーミングアップにもならない本当にね朝飯前ぐらいですよこの1ヶ月以内に100本あげたっていうのはまあ当たり前のレベルですこんなのは <laughs>、うん、だからね私もね吉谷さんがね死ぬまで送るっていうか死にたくなるほど送りますからねもうダまめロって感じですよだから吉谷さんの負けず嫌いにも負けない人間だと私は思ってますね えー、まあライバルは俺たちって言葉を今回は送りましょうかね最後にこれがどういう意味かっていうとこの動画を見てる方でネットビジネスで稼ぎたいとかねビジネスなんかやりたいとか勝負したいと思ってる方あの私と吉谷さんみたいなもうバカみたいに作業する人間がライバルですよだここのここと同じ水準でやんないと相手にもならないってことなんですよもちろんものすごくね頭がよくって効率よくできてすぐに結果が出せますよって人は こんなに作業しなくてもいけると思いますけども多分作業すらしないっていうことでしたら少ない作業で成功することはないのかなと思いますよね、うん、だからねライバルは俺たちですよもうはっきり偉そうなこと言わせてもらいますけどもライバルは一円にもならなくても作業は無限にできる我々ですよそこと同じ土俵に来るわけですよ同じ土俵に でそういう意味では、私たちのことをライバルだと思っていただきたいし、こんな奴らに負けるかって思うぐらいの、その何くそ根性ですよね。特に男の子だったら、負けていいなんて思っちゃダメですよ。なんかで勝ってやろうと思わないと。本当にね、あの、私の勝負の概念ですよ。はっきり言,って言いますよ。勝負の概念。あの、私の勝負の概念ってのは、勝てば持ってく。負ければ暴れて払わないとね。もし、正攻法で勝てなければ、裏技で勝ちたいと。 もちろんあの違法な行為をするってわけじゃないですよ気合の問題ですそれは気持ちの問題でね裏技をやっていくと裏技だけだダメだ,だったら途中で張り倒して勝負をやめるってことなんですよでなんとなく続けていってなんとなく結果が出ないなんとなくやり続けるみたいなねこれもだからあのー、危なっかしいことなんじゃないかなと思いましたねもう短期集中で目一杯やって振り切ってしまうんですよそれこそ私の振り切り方っていうのはやり続けた結果会社も店もなくなりましたからね あの自分の就職先がなくなったレベルじゃなくて社員の雇用先をなくしたわけですよ私自身がで私自身が箱をなくして店をなくしてねで取引先をなくしてもうほとんど何もかもなくしたでもその代わりに手に入れたものは時間的自由経済的自由なんですよ十分お連れが来るじゃないですかこれをやったらだらそういうことをね今ずっとお伝えしてるんですよ別に合宿まで私は温存しておくものは何もありませんから合宿で何かいいことあるんじゃないかなって期待してるんだったらそれは、まあ、あのやめたほうがいいですね合宿来ない方が。 あの今合宿のつもりで私やってますよ情報発信をねこうやってで合宿では空っぽになった私が行きますけども合宿を目指して私がこう出し切ったってことからまたね構築されるものがあるんですよだから合宿からいきなり学ぼうと思っても追いつけないと思います合宿までの段取りがあってそこに追いつけるから合宿も追いつけるんだと思うんですよさもなければ合宿参加者さんのレベルに合わせて私がねすごくトーンの低い話をしなければなりません,うん、まあ、そういういいい悲しいことにになならないために 最後までついてきてほしいなと負けず嫌い根性でやっていただきたいなと思いますけども吉野さんいかがでしょうか以上です